次の選手のタイムです。14秒327。さあそうしますと、タイムの方は12秒台をどう中村誠二選手飛ばしてますけれども、87番チーム STP からのエントリーというか、まあ、ご本人なんですけども、 STP ディジット GAB ナンバー、去年の第7戦では2位、そしてミドルシリーズはシリーズ3位の成績。まるまる STP って感じですけれども、成績の方は、ミドルシリーズ第3位ということで、今回チャンピオンシリーズに行っていらっしゃると思いますけど、こっちの方もチャンピオンシリーズ1位。さあ、かなりいろいろな、ルールについて詳しい中村選手、タイムです。15秒382。小坂選手のこの課題がみんな手で張ってるんでしょうか。結構綺麗ですよね。さあそして森田選手がスタートです。さあ小坂選手のタイム12秒268、12秒268なんてストップとなります。さあ12秒台の戦いがスタートいたしました。12秒268。そして森田選手バリバリの走りを見せていただいてますが、森田達也選手 TMSC からのエントリーです。ポテンザダッカムコットピックの MR2。 さあこの辺からはもう MR2 が3台。なんか後ろから見ると森田選手の車って普通と違いますよね。さてチョッチ、まだチョッチやってみます。失礼いたしました。皆さんから指摘を受けた。さあ森田克也どうした。娘はすでに20歳を超えているというのに、親父はこうやって遊んでいるという森田克也選手ですけれども、さあちょっと2本目に行きたいかなという感じです。でもタイムはどうでしょう。12秒778。あんな走るなんて思っちゃうけど、あんな走る
京からのエントリー、ダンロップ北本綾葉リレーダンサー F1、 もうわざわざ F1 というのを社名に入れますが、今年は絶対 F1 で頑張ると言っております。池田選手93年シリーズもちろん、チャンピオンです。94年第1戦でも1位。さあこのダンサーと MR2、 今回はどちらに軍団が上がるでしょうか。入ってまいります。まず86番の藤田浩選手、ストラック、ラインズ、ジェレスキ、エフランカー。先ほどのターンは14秒327でしたが、これもかなりパワフルですよね。ちょっとパワフルすぎるかな。さあ、タイムの方は14秒304、自己タイムを1秒更新。先ほども申し上げましたけれども、A3 クラス、かなりパワーのある車、これをパワーをいかにこうセーブしながらストレートに持っていくかということですけれども、あまり大きく振りすぎちゃいますと、先ほどのスラロームのように暴れちゃいます。そして前回87番、STP ユニット GAB ランカー中村誠二選手チーム STP からのエントリー。先ほどのタイム、先ほどからのタイム14秒またひとりでした。もう思い出せませんね。
Thank you.